日本で好きな食べ物は何ですか？あ、日本の好きあのラーメン。ラーメン。何ラーメン？あのとんかつ。とんこつ。あ、とんこつ。とんかつ。そう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 。Now I am here with Miss Grand Japan 2019 and Miss Grand International Top 20, Miss Adeline Minatoya. Hi, I'm Adeline. Nice to meet you. Okay, now this vlog is Japanese only. Nihongo dake. Okay, so now dahil Nihongo dake, I will now speak Japanese and Adeline will ask me questions in Japanese. So from now, from the time that Adeline will start to speak, she will talk in Japanese and all our conversation is Japanese. So let's get started! Okay. Okay. Watashi wa Mikopogi desu. Watashi wa Adeline desu. 今から日本語だけのビデオ今からコンバセーションする会話をしますね。そうだよ。私が英語を使わないように。そうだよ。オッケー。アデリーあのスタート。あ、そうだよ。じゃあミコは日本に来て何年ですか？あのね、三年の3年そうそう三年のずっと。うん。そう。すごい。三年でそれ日本語話せるの？授業あのだけ勉強してた。勉強の毎日の勉強一個言葉毎日一つの言葉これは何ですか、明日は何ですか。すごい。そうすごい。もしかしだよ、大変だよ。それ日本語すごい大変、うん、でも今すごい上手ですよ。上手じゃないだよ。毎日勉強だよ。毎日勉強とが私の考えるのみこ、うん、頑張ってね、頑張ってください、うん、とすごい大変。例えば私のあの電話して、うん、とau ショップとソフトバンクと、うん、あのお薬のショップとこれ食べ物のショップ、うん、レストランとすごい難しいだよ。日本語わからないすごい難しいだよ、うん、でも今はだんだん日本語うまいじゃない私、うん、とだけ、うん、ちょっと話すると、うん、日本人のすごいオッケー、日本人のみたいな頑張ってすごい、ちゃんと会話成り立ってるので完璧ですよ。じゃあ他にもっと質問をしていきたいと思います。みこは日本、じゃあ簡単なのから簡単な質問、イージークエスチョン。簡単、あ、オッケー。日本で好きな食べ物は何ですか？あ、日本の好きラーメン。ラーメン、何ラーメン？とんかつ。とんこつ。あ、とんこつ。とんかつ。そう。とんこつ、ラーメンと、私の誕生日、寿司寿司の嫌い。嫌いと私の誕生日の友達のプレゼント寿司、おすごい、グンパチのそう、すごい美味しい。美味しかった。そう、美味しかった。私の寿司のあまりいらない好きじゃないだよ。けどグンパチの行った友達のプレゼントの私の寿司のそうすっごい美味しいだよ。うん、ラーメンと寿司が好きと二千カップ二千カップ
ニシンカップヌードル。カップヌードル。ラーメンカップ。ラーメンカップ。ラーメン。そうそうそう。いいいい。これ。じゃあ、とミコは東京に住んでますか？そうですね。あの、うん、青梅。そうそう。すごい遠い。遠いね。遠いね。よく行く街はどこですか？渋谷、新宿、六本木。あの遊びに遊びの、うん、あ遊びの一番好きの新宿。新宿。めっちゃめっちゃ。とあのあそれ六本木と渋谷、うん、そう人がいっぱいいる、うん、好きですか人がいっぱいいるところ。あのなんですか人がいっぱい渋谷も人がなんですか人いっぱいたくさん渋谷、うんうん、そういっぱい人がいる、うん、好きそういうとこ。何でいっぱい好きか人あのいっぱいいっぱいあのいっぱいいっぱいそうそうそう好き好き渋谷一番のいっぱいのあの渋谷のクラブ交差点そうそうそうすごい人すごい、うん、そう人あ OK 人ね私人そうそう人だよ人だよ OK そっかじゃあ人がいっぱいいるところが好きなんですねうんそうそうじゃあお休みの日は何をしてますか。あのお休みの私のあの YouTube を作ってと家、ね、寝てるとあのこれだっけ、うん、仕事家とあのビデオ作ってそうそうじゃあ一つのビデオ作るのにどれぐらい時間かかるんですか。あの私のあの2年前、うん、あの一つビデオの、うんあ2回今はあのじゃけ3時違うあの2時間あ2時間と3時間だけおそうあの多分毎日のあの勉強とあの作って2時間、3時間すごい、うん、ミコのビデオの2回と3回2年前2日いくわ3日これ1日そうそう、1日2日そうそうそう4日一日あっ、そう一日、うん、と今はあの三時間三時間すごい、うん、難しそうですけどね、うん、作るのそうそう、うん、あの多分のあの私の、うん、頭のあオッケーこれ、うん、オッケーこれこれ頭いいですあちょっとだけ頭いいだよそうそうすごい、うん、私はビデオ作ったことがないから、うん、作ってる人本当にすごい。あなたの YouTuber 好き？好き。YouTuber あなたの YouTuber?OK?、うん、あなた私？そう私が作るの？あそうそうそうでも苦手ミコと一緒ならそうやりたいですけどね。そう。そうか、じゃあお休みの日は YouTube 作ったり寝てたり、うん、ラーメン食べに行ったり。そう。いいですねなんか。うん、じゃあミコのお仕事何してるか気になりますね皆さん。お仕事は何をしてるんですか。仕事あの今はあのデータセンター、うん、センターエンジニア。おお。あの。IT と、うん、IT のエンジニア、ドイツ銀行、うんうん、すごいやっぱり頭いい。少しだけあの3年前あの車の会社、うん、仕事すごい重い、うん、あの車のこれだけ、うんうん、すごい重いだよ、うん、とお弁当屋さんとあのこれだけ。
牛振り会社、あのあちょっと待って、あのあリアルステートどれなんですか、これあの、まあ不動産、不動屋さん、不動産、そう、お家仕事、不動産、フィリピンの不動屋さんの仕事と、今はあのすごい、うん、ありがとう、ありがとう、すごい。お仕事もしてるけど、ウォーキング教えてくれたり、そう、ね、YouTube 作ったり、うん、そう、あのバージェント、バージェント。うん、先生と、うん、ウォーキングの先生と、あのこれだけメイク、メイク、メイクアップ、そう、うん、メイクと、あのすごい、うん、頭いい、支えはいろんなこと、もう 才能分かる、才能、才能なんでしょう、例えばあなたは、うん、頭がいいでしょ才能があるの、ジニアス、あ、うん、え、多才はいっぱい才能を持ってるってこと、あ、いっぱいの、あのこっちこっちこっち、あ、あのタレントのいっぱい、そうそうそう、これのこれのこれこれこれ、だからミコは多才今日のニューワード多才、何が多才、多才、あ、多才の英語のジニアス、うん、ちょっと違うけど、わかんない。私が逆にわからない。タレンテッド、タレンテッド のいっぱいの、あのこれと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 これ。そう、いっぱい。多彩。私の多彩。これ？私は多彩。あ、多彩。私は多彩。そう、すごい。すごい。すごい。ありがとう。ちゃんとね、これ、いや本当に、あ、じゃあフィリピンから日本に来た時、なんか不安だった？初めて日本に来た時、あの、うん、心、うん、あの寂しい、うん、あの私のあのフィリ、あのお母さん、うん、あ、違う、お姉さんと、うん、お姉さんの子供も、お姉さんも息子といるから、うん、あ、日本に、そう、いいのよ、そう、あの、たぬ、た、うん、あの寂しいな、来ない、うん、よかった、じゃあ、うん、ファミリーが、そう、いるから、はい、よかった、うん、今でも会うんですか、うん、うん、と、あの、一人じゃない、一人じゃない、そう、それは大きいね、うん、いいことだ、いいこと、じゃあ、フィリピンから日本に来て3年、そう、もっといる、そう、あの、あ、そう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 、待って、はい、そう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 、うん、他は何か質問ないですか、逆に私に日本語で、日本語 OK、 あの質問してください、あれどう、あ、いいよいいよ、元気だよ、あのあれの今は、うん、あの仕事なんですか、仕事は私も IT なんです、 IT の会社で広報、パブリックリレーション、あ、本当？そう、あ、すごい、で、アプリを作ってる、 IT？ そう、あ、すごい、マジだよあ、すごい、マジだよ、で、うん、社会貢献活動、うん、グッド、なんだろう、グッドティックス、社会貢献、あー、OK、 ソーシャルグッドを評価するアプリケーションの会社の広報をしていて、うん、で、そう、お仕事もして、仕事の何回の週、毎日、毎日、土日お休み、ああ、土日だけ、そう、ああ、オッケー、あのは相手の彼氏いる、ある、いる、あ、彼氏いる、彼氏いる、いない、いない、なんでいない、いないだよ、びっくりした、急にあじゃあ私もミケル聞きたい、あの、あなたの、あ、お兄さん、あの、フットボール、何がプレイヤー、バスケットボール、あ、バスケットボール、yeah. 一番のあの、おめ、あ、夢、夢、あの、あ、そう、名前は何ですか、港屋アレクシス、アウチ、あの、チェック、あの、あ、フェイ、ちょっと待って、
目指す。そう、私の兄はあの日本のバスケットボール選手なんですけど、でも今年引退しまして、今はやっていません、補足でも今でも調べてくるので、そうそれ、あー、もう一回かっこーい、もう、あいつかっこいいよ、あのね、ね、日本、そう、でももう今年引退したの、フィニッシュ、あ、オッケー。何歳？31。すごいかっこいい。似てますか？似てる。長くやったし、怪我もしたりしたし、怪我。これ？うん、痛い。痛い。あ、ずっと。ずっと痛い？うん、ずっと痛かったし、まあもう31歳なので、そうそう。次のキャリアに。ああ、うん。でも、うん、これあのマッサージ毎日？うん。病院で電気当てたり。なんで問題？あのね、筋、ここの、ほんで、うん、あの、もう怪我で、プレー中に、はい、ずっと、何年も怪我してて、でもまあ、最後はね、ずっと、キャプテン、私の兄は、バスケットボール選手でしたけど、今は引退して、私のお家の、お家、実家が、お魚屋さんやってるんです。うん、私のお母さんとお姉さんが、どこ？東京だけど、うん、青森知ってる、うん、北海道の下、あでお魚屋さんやってる、うん、西京漬けっていう、うん、ちょっと難しいお店をやってる。今のあの家どこですか？東京です、東京です。仕事は？仕事も東京、近い。どこ？ネットで言えない。あ、私のあの佐野、うん、佐野パークタワー、タミケ佐野、そうそう、永田町とタミケ佐野、佐野パークタワー、高いビル、そう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 、すごい、うん、じゃあね、近い、オッケー、すごい、ありがとう、パーフェクト、イングリッシュじゃない、ジャパニーズありがとう、アリリン、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、皆さん、アリリンと私の日本語だけ終わったどうでしたか？終わっただよ、どうもありがとう、皆さんどうもありがとうございます。私のミコボギです。イエーイ、アドリンでした。また明日、またね、バイ。そこよ。